はい、大谷養殖場さんの紅鯉、焼け人さえおすすめ、すすめ野菜袋32センチです。お願いします。はい、こちらも数をいる中から選びました。こちらは他の紅鯉に比べて色も濃く赤かったため選びました。数いる中から選んでシミのあるようなやつはみんな外しましたので、こちらも見ていただいた通りシミ系が今のところございませんので、あまりもう30センチになってきているので、先ほども言った通り出るやつはもう早い段階で出てしまっているので、このままうまいこといけば出ずに大きくなってくれるんじゃないかななんて思っております。はい、口の先から先まで結構いい色がついてますね。色の濃い、本当にひごいじゃなくてもう赤い紅鯉だと思います。はい、頭もいい色してます。サイドですね、真っ赤っかです。ほっぺたも赤いです。真っ赤っかですね。本当にベリって感じですね。ほっぽもから見てもらうと赤いですね。はい、お腹です。やっぱりお腹の白いやつとかもいましたけども、この両方ともはですね、お腹の方はみんな色が赤いですね。全身真っ赤っていうのはなかなか、これ大家さんの紅鯉、紅鯉同士かけてるので、紅鯉の血筋なので、昭和とかから出た紅鯉とかは結構喉まで黒いやつがいいっていう、喉まで赤いやつとかみんな残してるんですけども、ほぼこのタイプはみんな喉まで赤いってやつは1000匹ぐらい全部見たんですけどいなかったので、おそらくこういうのが、が主流だと思いますね。はい、どうでしょうか。はい、ご覧いただけましたでしょうか。こちら大谷養殖場さんの紅鯉、明け2歳、おすすめサイズの32センチです。ぜひよろしくお願いします。